こんにちは、NTT コミュニケーションズです。NTT コミュニケーションズは今年、データ利活用を支える DX プラットフォーム、スマートデータプラットフォームの中核サービスである、ネットワーク、クラウドサービス、インターコネクトサービスに加え、2022年からドコモグループとなり、事業強化をした 5G、IoT など、幅広く小ネット環境を支え、様々なデモンストレーションを実施します。今回はそのうち、スマートデータプラットフォームと3つのデモンストレーションについてご紹介させていただきます。まず、スマートデータプラットフォームについてご紹介いたします。スマートデータプラットフォームは、ネットワーク、クラウド、データマネジメントの各種サービスを一元的にご提供しております。今回の小ネットを支えるインフラとしては、小ネットのオンプレ環境を監視するアプライアンスを SDPF クラウドサーバー上で稼働させていたり、オンデマンドでトランジットと交代機のアクセスラインの開通が可能なスーパー OCN フレキシブコネクトを活用し、イベントネットワークを安定的に支えています。スマートデータプラットフォームは、お客様のクラウドやオンプレミスなど、多様な IT 環境に点在するデータをセキュアに統合、連携することが可能となり、スピーディーな経営判断、新規ビジネスの創出、収益拡大、そしてコスト削減など、DX を強力に推進していただけます。ここまでは、ネットワークから SaaS レイヤーまで、ワンストップで提供するスマートデータプラットフォーム全体のご紹介をさせていただきました。続いて、SDPF の1機能や、機能の組み合わせでご提供するソリューションを、デモンストレーションを交えてご紹介してまいります。今年の小ネットでは、実験試験局免許を取得したことにより、よりリアルなローカル 5G のデモを皆様にお見せいたします。映像とセンサーというパターンの異なるトラフィックを、5G それぞれの機能によるベストな組み合わせで、ネットワークスライシングによる分離を実現しました。会場に設置されたセンサーからデータを IoT 専用のスライスを使って送信、次世代インターコネクトサービス、フレキシブルインターコネクトを介し、IoT によるデータ収集の悩みに応える便利な機能を備える IoT コネクトゲートウェイのデモを実施しています。また、自社開発のマイクロサービス開発フレームワークである CUMONAS SDK を用いて実装したオーケストレーターで、ローカル 5G、ドコモのキャリア 5G のネットワークスライスのコントロールやマルチアクセスにもチャレンジしています。ローカル 5G の提供には、高い可用性を持ちつつ、柔軟なデプロイが可能な基盤が不可欠です。今回の小ネットでは、ローカル 5G の基盤として、フレキシブルインターコネクトを利用し、オンプレミスとパブリッククラウドとの連携が可能なハイブリッドクラウド環境を構築しています。ハイブリッドクラウドの基盤には、AWS 様のサービスである AWS アウトポストサーバーを利用し、パブリッククラウドの AWS と連携した Kubernetes 環境を構築することで、高い可用性を持つ基盤提供にチャレンジしています。今年の小ネットでは、ローカル 5G に接続された IoT デバイスから温湿度や CO2 などのセンサーデータを IoT コネクトゲートへ返してシングスクラウドと呼ばれる IoT プラットフォームへ転送し、会場内の環境データの収集、蓄積、可視化を行っています。 IoT コネクトゲートへは IoT デバイスから送信されたデータを様々なクラウドサービスに柔軟に転送するための IoT ゲートウェイです。 IoT コネクトゲートへが IoT デバイスから送信されたデータの暗号化やクラウドサービスへのデータ転送を代わりに行うことで、データ通信量の削減やフィッティング簡略化、もしくは運用フェーズにおける IoT デバイスの開発・公開コストの削減につなげることができます。今回は実験的にローカル 5G と接続することで、幅広いアクセスラインやネットワークスライシングなどの様々な要件に対応可能なサービスの実現に向けて取り組んでいます。スマート V ライブは、1秒未満の遅延で1万人以上の視聴者に映像をライブ配信できるプラットフォームです。WebRTC というビデオ会議などで使われる技術を利用することで1秒未満の低遅延を実現しています。スマート V ライブは低遅延なライブ配信が求められるスポーツやオークションといった分野でご活用いただいています。今年の小ネットでは小ネットバックボーンを利用して制作された映像をこちらのメディアオーバー IP のラックからスマート V ライブを使ってインターネットに向けて配信します。